本日はホームスケープというアプリをやっていきます。契約の国に同意する。 Sometimes when we dream, we travel back in time to when we were kids. And those are the best dreams. Imagine how happy we would be if we could reliveAll those moments. In fact, they are much closer than we think. It's official. Austin the Butler is going back to his childhood home. One full of wonderful memories and beautiful stories.父さん、帰ってきましたよ。いないみたいですね。急いだから早く着きすぎたのでしょう。でもいなくて交通行です。両親が帰る前にちょっとしたサプライズ用意しましょう。サプライズ。ああ、パズルゲームなんですね。隣接するピースを同士を交換して同じピースをマッチしましょう。3つで消える。横の黄色いの何だろう。ベル？ベルかな。ピースを集めましょう。ピースを集める。ヒント機能もあるね。これを知ったらみたいな。だが断るほい。はい。ヒントヒントいい。さあ、もうなんだ。4つ消したらこんなのに変わってたよ。カーペットを交換する。星が消えた。好みのカーペットはありましょう。黒色ないの。黒色ないから、どっちかって言ったら黒ではないけど、これにしましょう。緑？緑じゃない、青か。青色。サプライズ成功。素晴らしい選択ですね。母もきっと喜んでくれますよ。そうなのかな。急いで、ホステはもう着いただろうか。ちょっとホラーゲーム要素も混じってるような感じですかね。
僕ということですね。母さん大丈夫です。おっとここで羊ではなく息子だったらしい。なるほど、ちょっと予想を、推理が外れました。自分の部屋で過ごしたいんです。何でも見ていないんですか。笑う、あ、読めなかった、早かったな。ちょっと埃っぽいかもしれないから掃除機でもかけようかしら。鳥が待ってますね。ハウスダスト。あらら、どこもかしこも埃だらけ。母さん、任せてください。プロの執事に扱えない埃などありません。あっという間に部屋をきれいに掃除してみせます。新しいタスク。ほい。食べとこうか。部屋を掃除する。星がないんだけど大丈夫なのか。お、まあいいや。はい、星が足りません。パズルで星を貯めていくっていう形のゲームなんでしょうかね。パズルをすることによって星を貯めて、こうオースティンができることに対しての星を消費していくみたいなゲームなんです。レベル2、ブースターを選択。おっと、利用可能レベルは15でした。いや、今は関係ないのかな。はい、17とかもできないですね。はい、じゃあ普通にプレイでロード中。ピースを4つマッチさせてみましょう。素晴らしい、ロケットのパワーアップができました。隣のピースと交換して発射します。ロケットね、4つ消しでね、ロケットができる。おお、縦横の法則は何なのか。パワーアップは2回続けてタップすること。爆弾できます。試してみましょう。パワーアップは2回続けてタップすることで爆破できます。試してみましょう。素晴らしい、このレベルをクリアして他に蓄えておくものを探しましょう。ここおすすめと、初心者に優しい設計になってるんですね。だけどそこは変えてあえてしないことによって新たな道が開けたかなと。4つ貯めたいな。これを、あれ、
リボン化してっていうヒントは出てるけど、そこはちょっと考えてみたいな。リボン化すことによってアクションが見れるんだな。次の動きが見えるのちょっと嫌だな。しにくいゲームだな。連鎖的なものしにくいというか考えさせられるゲームですね。リボンの誘惑にだけしかし正体を探りましょう。報酬コイン200枚、パズルが苦労してるんだろうな、オースティンさんが。あー、なんかよく広告で見たことあるやつですね。これがしたくてちょっとダウンロードしたっていうのは内緒なんですけど、下に降りないといかない女の人を、女性を。で、姑さんは何なのかな。あー、間違って、ミスこれ、今の。おら、今ので終わり。あ、生きた。でも、どうすれば？ああ、でもこれはもうダメですねなんか修羅場が起こりそうな。ああ、ちょっと IQ が足りなかったみたいですね、僕は。もう一回再挑戦してみよう。これはまずはこれは、あ、オリビア降りる、ダメなる、失敗。挑戦、下げる
上げる、下げる、右に寄せる、上を開ける。クリア、レベルクリア。難しいものは結構頭を振りないので、すごいな。まさにパズル。剣殺しですね。一発でクリアできる人かなり頭いいと思います。はい。いや、今のは本当に結構考えられましたね。考えてるな、すごいな。なかなかやりごたえのあるゲームだと思います。で、星を獲得したことによってやることをできる。部屋を掃除する。1階の星を使って部屋を掃除。まあ、さてさて、ということで今回はこのゲームを一旦終わってみようと思います。